こんにちは、賃貸の正木です。本日は生駒市の近鉄東生駒駅から徒歩圏内の単身用マンションのご紹介をさせていただきます。それでは洋室の方からですね、広さとしては約5畳近くになるでしょうか。こちらの方はテレビを置いていただいてくつろいでいただけるスペースになるかと思います。そしてこちらの方、ロフト付きとなっております。約まあ1畳ぐらいですかね。そちらの方で寝ていただくような形であったりとか、荷物置きとしてもお使いいただくかと思います。コンセントもございますので、ちょっとした照明を置いていただいて、ボロ寝をしながら、読書など楽しんでいただけたらと思います。そしてロフトの下ですね、有効活用してこちらの方収納スペースとなります。こういった棚であったりとか、ハンガーパイプもついておりますので、非常に収納しやすいところになっておりますね。そしてエアコンの方自体は備え付けとなっております。またバルコニーの方ですね、こちらの方に洗濯機を置いていただいてすぐに干せるようになっております。それではキッチンスペースの方ですね、キッチンの方には電気コンロ一口備え付け、また下の方にも冷蔵庫ですね、1台備え付けとなっております。上の方にですね、ちょっとした収納スペース下の方にもございますので、調理器具なども収納していただけます。こちらも玄関スペースになります。広々としておりますので、小さめの部屋箱を置いていただくのもいいかと思います。最後のこちら、お風呂、トイレ、洗面台一緒になっている、ユニットバスとなっております。ユニットバスの中でも広めになっておりますので、お一人様でしたら十分かと思います。まだまだご紹介させていただきたいんですが、詳しいご内容は弊社ホームページをご覧ください。奈良のおもてなし、奈良心、賃貸のお正木では皆様の家探しを全力でサポートさせていただきます。ご視聴ありがとうございました。